日本共産党の山田康信です。今回の質問もいつも一問一答で行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まず嶺北ふるさと創造観光協議会の問題について質問いたします。松村議員の倫理違反行為の損否を明らかにする議員政治倫理調査特別委員会の調査で、松村議員が事務局長だと自称する嶺北ふるさと創造観光協議会が観光庁に提出した文書には、了解も得ずに観光協会や商工会などの名前を複数記載し、しかも事後承諾を得る努力すらしていなかったことなど、数々の倫理違反の実態が関係者の証言などで明らかになってきました。聞き取り調査に出向いた私たちに、他市の観光協会の方からは、勝山市議会の議長がこうしたことをしていたのに、勝山市議会や勝山市のチェック機能はどうなっているのかと、厳しく指摘をされました。私たちは関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、申し訳なく思っていると謝罪し、この問題を勝山市議会としても全力で解明するので、今後の観光事業の取り組みにはご協力いただきたいとお願いをしてきました。こうしたことからも、今回の問題は、松村議員の倫理問題にとどまらず、広域の観光協会や商工会の連携を強化するどころか、関係者の方々の信頼を大きく損ね、勝山市の観光事業にとっても大きな打撃になっていると、痛切に感じました。そこで山岸市長は、この松村議員の行為は、他の観光協会や商工会などの信頼を損ねたというふうに認識されているのかどうか、見解を伺います。松村副市長。嶺北ふるさと創造観光協議会の問題について、でありますけれども、本事業が観光協会や商工会などの信頼を損ねたとの認識はあるかについてお答えをいたします。嶺北ふるさと創造観光協議会の申請書を拝見すると、当初から自治体の参加は想定をいたしておりません。また勝山市をはじめ、各自治体は当協議会の加入要請を一切受けておらず、申請書、報告書等にも勝山市の名称は記載されておりません。ご質問の松村議員の行為は、他の観光協会や商工会などの信頼を損ねたと認識しているかにつきましては、勝山市としては本事業に参加をしていないため、他の観光協会や商工会から直接そのことについてはお聞きしておりません。従いまして、松村議員の行為が信頼を損ねたかどうかは、各団体の受け止め方によるものであり、市としては関与していないため、お答えはできません。14番。この問題ね、3月の議会で問題になったときに、この嶺北ふるさと協議会の、資料については、予算委員会に提出がありました。いろんな資料がね。そのときに、議会の方から要請でですね、ここの提案書に、関係者というふうに記載されていた、観光協会などにですね、実態を確認してほしいということで、議会から要請があって、予算委員会に資料を提出されたのはご存知ですね。市議会、行政側が出た資料です。そこではですね、各観光協会、物産館会などがですね、会に1回しか参加していない。この事業に会員ではないという回答があったと、こういうふうに、勝山市が聞き取り調査をした資料が議会に提出されました。
しかもですね、あわら市観光協会からはですね、ふるさと創造観光協議会の構成団体として参加することは辞退申し上げますという文書も、これも勝山市側から提出されたわけです。こういう状況を見てですね、他の観光協会の方がですね、どう考えているかわからないっていうのは、私は危機管理意識としていかがなもんかと。勝山市でですね、こういう実態が行われている、だから他の観光協会行ったときに、勝山市委員会の議長がこういうことをされていてですね、議会もそうだけども行政もチェック機能はどうなってるんだというふうな指摘を受けてきてるわけです。それに基づいて市もちゃんと聞き取り操作してるわけで、何も知らないというわけではないんですからね。それでも自治体各関係者から直接指摘を受けなければわからんという立場なんですが、再度確認をお願いします。松村副市長。勝山市観光協会と勝山市との関係については、いろいろ調査聞き取りは行っております。今山田議員のご質問は、その行為が他の団体の信頼を損ねたかという、その質問に対しては、お答えできないと、その部分について答弁をしましたので、ご理解をいただきたいと思います。観光協会や商工会、中部五協など、全く関与していないということが証言されました。松村議員のこの表現を借りればですね、観光協会や商工会は、事情もよく分からずに、観光プラットフォームに連れてこられたものの、電車には乗らず、電車には松村議員と JTB や TP プランニングなどの業者が乗って行ってしまい、観光協会や商工会はホームに取り残されてしまったという感じです。これでは、この事業で広域の連携の強化などは期待できるはずもありませんし、電車に乗ったと言われた観光協会や商工会などが不快感を示されるのは私は当然だと思うんです。松村議員はこの3月の議会で、この事業について山岸市長や他の市長とも話をしてきたと説明をされています。それで山岸市長はどのような関わりをされたのか、またこの協議会の不適切な実態はご存じなかったのか、説明を求めます。松村副市長。市長との関わりについてお答えをいたします。日時は明確ではありませんが、平成25年4月に、松村議員、当時の議長より、松村議長が個人的に立ち上げた組織が中心となって、観光庁の補助金の採択を得て、金沢駅での PR 活動を実施したいということについては、市長は伺ったようであります。またその後、担当課へ説明に来られた際の口頭記録によりますと、この組織に対して各観光協会および各商工会議所に参画していただくことで、すでに了解を得ているとの説明があったようであります。しかしながら、その後、勝山市に対してイベントやツアーなどの協力要請はなかったために、市長としての関わりはございません。また、協議会において、当初の申請書通りのスキームが実現しなかったことは、説明もなく存じ上げてこなかったということであります。14番。この実態を見ますとね、勝山市観光協会は、協議会のこの事務局とされていたことに対して、調査委員会の聞き取りに、結果として、名義貸しのような事態になったことを反省していると述べられました。
勝山市の観光課長は、この勝山市観光協会の理事でしたが、この証言のように、結果としてメイン貸しのような事態になったことに対して、理事として適切な対応を取るように、勝山市観光協会に是正の働きかけをしてきたのか、またこの問題について、市長には報告がなかったのか、説明を求めます。さらに先ほども指摘しましたように、他市の観光協会の方からは、議長がこのようなことをしていたのに、議会も行政もチェック機能は果たさなかったのと、厳しい指摘がありましたが、勝山市の行政としてのチェック機能について、市長はどのように考えられているのか、見解を伺います。今回、この問題は勝山市観光協会の問題に限って質問します。関係ありますからね。木村副市長。行政としてのチェック機能、まあ、チェックについてご質問がありましたが、本年4月24日に勝山市が勝山市観光協会から受けている文書、これは公文で受けておりますけれども、よれば、平成25年6月11日の理事会で、松村議員が嶺北ふるさと創造観光協議会の事業の骨格などを大まかに説明されたが、その後の説明はなく、観光協会として理事会の承認もなく、また活動への参加や、参加の認識や実態も全くなかったとの観光協会の報告があります。まあ、そのような現況の中でですね、観光協会の一理事として参画をしておりましたが、なかなか十分チェックすることは困難であると考えます。以上のことから、今回の嶺北ふるさと創造観光協議会の件は、議員の個人的な活動でありますので、まあ、そういった意味で、なかなか個人的な活動に行政がどこまでチェックするのか、まあ、そういったことを、多分山田議員の活動に我々がチェックをすれば容認はしていただけないと思いますけれども、当然、そういった意味で行政が関与することではないというふうに認識をいたしております。はい、14番。私はですね、今、勝山市観光協会の実態について問題があったという話ですけれども、決算書にはですね、この嶺北協議会から30万円が振り込められたという決算報告があってですね、当然、観光協会の理事会総会には出されている文書ですよね。まさか勝山市はですね、人件費まで出していて、事業費も出している団体の決算書も見ないで、意見も言わなかったということは私、ないと思うんですね。だからどこにも現れなかったんじゃないんですよ。私ね、ここにはね、行政としても、今回の問題から教訓を得てね、見直すべき課題は非常に多いというふうに感じていますけれども、勝山市としては、改善すべき課題はないと。いうふうに考えられているのか、見解を伺います。市として。松村副市長。改善すべき点ということでございますけれども、まあ、議会の中でも今回、いろいろご指摘の中で、担当課の方でも観光協会へ出向きまして、いろいろ事務的な調査なども行っております。そして、
さっきの犬議員の中でも市長がお答えしましたとおり、いろんな改善を求めていく、まあ、そうでなければ今後、これまでどの支援はなかなか難しいという答弁もさせていただいておりますので、まあ、その点で今後、しっかりと指導監督という立場も補助を行っている市といたしましてもですね、努めてまいりたいと考えております。14番。私はね、本当にこの勝山市観光協会、これを強化、充実するというのは非常に大事になっていると思うんですね。で、まあ、今も、まあ、先ほどの乾議員の質問にも、その観光協会の体質改善が必要だというふうに言われるけれどもですね、まあ、当然私は観光協会としての取り組みはまあ前提だと思いますよ。しかし同時にですね、私は市としての責任も大きいと思うんです。これ決して人事じゃありません。理事も出してますし、当然事務局の人件費も出してるし、行政としての事業費のお金も出している。当然事業費出せばチェックをする行政責任はあるはずです。ですからこの勝山市の観光行政どうしていくか、その中でこの勝山市の観光協会をどう位置づけていくか、これは観光協会がしっかりやらなければ支援しないっていうのは私は間違ってると思うんですよ。民間と行政が一体になって勝山市としてもこの勝山市の観光協会を強化充実する、この対策を講じるという必要があるというふうに思いますが、私聞いててですね、非常に人事のように言われているように感じがしてるんですよ。そこで市としての決意を示していただきたいと思います。松村副市長。観光協会に対する再度のご質問ですけれども、まあ、体質改善を求めるというのはまあ第一でございますけれども、勝山市観光協会、まあ、過去ですね、ここ数年の間ですね、公益法人への、移行、そして事務局長が頻繁に交代する、また事務所の移転、さまざまな課題があり、運営に苦慮されていたのも事実でございます。まあ、そんな中、5月20日に開催された定時総会で、新たな会長、副会長が選出されまして、また事務局長も6月1日より新しい方が着任をされました。早速、まあ、市の方にも挨拶がありましたが、市の観光政策課と観光協会の新たな執行体制との間で、今後の勝山市の観光の産業化、近隣自治体を交えた観光連携について協議を進めてまいりたいと考えております。まあ、そのためにも、新体制の観光協会に対しまして、組織運営の改善、責任体制の明確化、財政面の健全化などを求めて、連携を強めてまいりたいと考えております。また、懸案となっています事務所の移転などについても、今後ですね、密接に連携が図れるような形で、考えていきたいと、まあ、そのように思っております。議長、14番。他市ではね、観光協会の事務局長に、市の職員を派遣しているというふうな体制を取っているところもありますしね、今のこの勝山市の観光協会を本当に強化していくためには、必要な手立てはしっかり取るべきだと、予算もしっかりそういう点では従来で確保すべきだというふうに私は思います。次に地方創生戦総合戦略と道の駅について質問いたします。市長は招致挨拶で、総合計画の見直しと地方創生総合戦略に盛り込む内容の中で、勝山市の道の駅は、まあ、少なくとも今から3年から4年後には開業したいと思っていますと表明されました。この道の駅の整備は、国の事業として採択された場合でも、国の財政措置はトイレと駐車場の整備だけであり、物販や飲食などの施設整備費は、市町村の負担になっています。そこで市長に伺いますが、
市長の言うこの道の駅は、国の事業として採択される可能性はあるのか、もし国の事業として採択されない場合には、勝山市が整備費を全額負担してでも整備するのか、それとも国と事業として採択された場合には、整備はしないということなのか、見解を伺います。丸山建設部長。道の駅の建設について、国の事業として採択されない場合は整備をしないのかというご質問に対してお答えします。道の駅とは、道路利用者の急速休憩やトイレのための休憩機能、道路交通情報や地域の歴史、文化、観光情報、並びに防災関連情報等の情報発信機能、そして道の駅をきっかけに、食事や地域特産品の販売等、活力ある地域づくりを共に行うための地域の連携機能の3つの機能を併せ持つ、道路管理者と地域が一体となって整備する休憩施設として定義されております。補助事業といたしましては、国土交通省所管、特定交通安全施設等整備事業等が考えられます。補助対象としては、道路管理者の行う駐車場、トイレ、道路情報ターミナル等でありまして、事業主体は道路管理者となります。よって、山内議員や松本議員にお答えいたしましたとおり、まずは平成25年12月の恐竜の域調査研究会報告書にお示しいたしました候補地の絞り込みを行い、事業主体となる道路管理者を決定した上で、その道路管理者と十分協議を行いながら、補助事業の採択を受けられるように、最大限の努力をしてまいります。14番。私は最大限の努力を聞いてるんじゃなくて、結果として努力をしたけれども、国の認可が、採択が難しいという場合には、事業認可を得るまで待つのか、見切ってしまって、もうこれいらないと、単独でやるんだというような選択肢を持っているのかって聞いたんです。いかがですか。丸山建設部長。はい、現段階では最大限の努力をしてやっていくということです。はい、14番。押し問答になっても仕方ないので、次の話いきますけれども、じゃあその国の事業として採択された場合でも、この物販や飲食などの施設は、勝山市が全額負担してでも整備するのか、それとも先ほどね、松本議員が提案されたように、勝山市は整備しないで、民間による施設整備が前提だということなのか、どちらなのか見解を伺います。丸山建設部長。国の事業として採択された場合、物販や飲食などの施設は市が行うのかというご質問に対してですが、国の事業として採択された場合、物販や飲食などの施設は、平成25年9月定例議会でもお答えいたしましたが、市の基本的なスタンスといたしましては、公共スペース以外の部分の運営経費につきましては、参集する民間の事業者が負担する間接民営
の枠組みを明確にした上で進めてまいりたいというふうに考えております。14番。まあ、今の答弁ならですね、運営経費は民間と、じゃあ施設整備は市ということなんですね。これ市が建物を建てて運営経費だけは負担していただくと、今こういう説明だったんですけど、じゃあ聞きます。じゃあこの道の駅のこの整備に伴う勝山市の財政負担、事業規模は一体どの程度になるというふうに考えているか。もう 3,4 年でですね、事業申請もするんだ、施設は勝山市が作るんだ、そういう話ですから、当然、どの程度の規模にするかによって概略土地代も建設費も見込みがつけてると思うんですね。一体どの程度必要になると考えているのか、見解を伺います。丸山建設部長。道の駅整備に伴う勝山市の財政負担額につきましては、現時点では具体的な額はお示しできませんが、勝山市の特色を生かした他にない機能と魅力を持った道の駅の全体計画等を策定いたしまして、より有利な国、県等の補助事業を活用してまいりたいというふうに、現段階では考えております。14番。いや、今の答弁、私、驚きました。一体いくらかかるのか分からないと、今の段階で。そうしておいてですよ、もう作るんだ、作るんだって言ってぶち上げて、国の方にも事業採択を求めていくと。私もね、道の駅じゃなくて、例えば私、車好きですから、ポルシェ欲しいですよ、ポルシェ。2、3000万のポルシェ乗ってみたいです。しかし、その通りです、買えるはずがないんです。だから私の収入から見て買えないから諦めるんです。本来、何を買うか、何をするか、その裏付けとなる財源をどうしていくのか、その見通しを立てて、事業を計画するというのが当たり前の話です、今、市長がやじ飛ばしたり。あなた、それを言ってないんですよ。だから問題だって言ってるんです。一体いくらかかるのかわからないけども、3、4年後には作るんだ。事業認可の申請もしていくんだ。こういうのを放慢経営って言うんですよ。そこでですね、この道の駅の整備のこの財源ですけども、今回、招集挨拶で、地方創生総合戦略に盛り込むというふうに言われましたんで、私、心配してます。この事業費を当て込んでいるのか。そうなら、勝山市に交付される、この地方創生関係の総事業費は、どの程度と判断しているのか。つまりこの地方創生のこの事業の総額に対して、道の駅はどの程度の予算を使うことになるかというこの分母の話ですけれども、この事業費はどの程度になると見込んでおられますか、説明を求めます。内山企画財政部長。道の駅の整備の考え方についてですが、道の駅のにつきましては、第5次勝山市総合計画の中では、道の駅の設置ということで挙げてあります、市の重点項目の一つであります。で、総合計画をベースに、策定いたします勝山市版の地方創生総合戦略でも記載する方向で検討を進めております。一方、この地方版総合戦略に挙げた政策に対する国の支援スキームにつきましては、現時点では何らかも明らかにされておりません。しかしながら、今年の夏に示されます平成28年度に向けた国のですね、概算要求が始まりますけれども、その内容等について情報収集に努め、対応を検討したいと考えております。
14番。市長はね、この地方創生総合戦略を年度内に策定していると、策定するんだというふうに説明するわけですね。しかし、今、企画財政部長が答弁したように、その財源規模や形態は現在不明だということなんですよ。私、こんなその事業の財源も不明な状況でですよ、5年間の事業の中身を具体的に決めるということになってしまうとですね、後で、ああ、すればよかった、こうすればよかったということになりかねないというふうに思うんです。特に、今指摘したようなね、多額の費用が必要になる事業を具体的にこの記述してしまうとですね、他の事業、必要な事業の財源が確保できなくなるという弊害が危惧されます。そこで、まあ、ここを押し問としてもしょうがありませんから、ね、私の提案を言いますとね、私の提案は、この地方創生総合戦略は、後で市民からもいろんな自由な事業の企画の提案があって、それをこうできるような、自由なその表現にすることが必要だと思っています。肝心なのは、どんな新しい事業提案が出ても、実施できるように、文書表現に知恵を使うことです。そうすれば、いつでも市民から新しい提案を求めることもできますし、事業の優先順位も時々で検討できることになると思います。そこで、市長は、この地方創生総合戦略の内容について、5年間の事業をどこまで具体的に表現しようと考えているのか、まさか私、道の駅をこれで作るなんてことは、避けて書くことは避けていただきたいと思いますけれども、見解を伺います。三谷企画財政部長。地方創生総合戦略のまとめ方についてお答えいたします。で、勝山市では、勝山市版地方創生総合戦略策定に向けまして、各専門分野から広く意見を聴取するため、勝山市町人仕事創生総合戦略会議を設置し、5月18日に第1回目の会議を開催いたしました。また、市役所内部でも関係部会による町内会議を設け、具体的な策定作業に着手したところでございます。総合戦略の内容につきましては、まず人口減少など、地方が直面する諸課題に対するために、国が示したテーマを踏まえ、勝山市においても新しい雇用の創出、勝山市の新しい人の流れを作る、結婚、出産、子育て、教育への支援、時代に対応した新しいまちづくりの4つの柱を基本目標としたいと考えております。で、これは決して新しい切り口ではなく、これまで市が第5次勝山市総合計画に基づいて展開してきた政策の方向性の延長線上にあるものであります。従いまして、今回の総合戦略は、第5次勝山市総合計画をベースに厚みと幅を持たせ、さらなる独自性を4つの基本目標に沿って整理しながら策定に当たりたいと考えております。なお、戦略という性質上、内容の記述につきましては、個々の事業を列挙するのではなく、第5次勝山市総合計画と同様に、重点項目のような形で、政策の方向をお示しすることになると考えております。先ほど申し上げましたが、道の駅につきましては、第5次勝山市総合計画にも、載せてございますが、道の駅の設置というような方向で、挙げてございます。で、それをベースに今しておりますので、総合戦略の方でも記載する方向になるという場合に考えております。14番。まあ、念を押しておきますけれども、先ほどポリセの話しましたけれども、自分のね、家計に見合った対応せざるを得ないというのが現状です。勝山市は2万5000の人口で、一般会計120億しかないという状況の中で、どう対応していくのか、そこが要だというふうに指摘しておきます。
次に、市民の力で勝山の農地を守る対策について質問いたします。最近、兼業農家の、30代から40代で、親が田んぼをしていたんですけれども、年が行ってしまって、跡継ぎとして田んぼをするようになったという方から、自分の田んぼの周りで、この耕作放棄地がなっている、この田んぼも、一緒に耕作してあげたいが、どうしたらいいかという相談が複数寄せられています。私、これ、素晴らしいことだと思うんです。なんとか支援できないかというふうに考えています。しかし、残念ながら、今の政府の方針は、こうした兼業農家への支援はどんどん打ち切って、兼業農家で意欲ある市民を支援する制度は後退する一方です。勝山市として、こうした若い世代の人たちでですね、頑張ろうという市民を支援する考えはまずないか、市長の見解を伺います。前田農林部長。意欲ある兼業農家を勝山市独自の対策で支援すべきについてお答えいたします。国は農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手の農地の集積集約化を加速化させるため農地中間管理機構の制度化等を行っています。これに対し勝山市は総合計画において認定農業者、集落営農組織等を核として、兼業農家も集落機能維持に不可欠な存在と位置づけ、調和のある持続可能な農業の振興を推進することとしています。勝山市は中山間地域であり、すべての地域を大規模化、集約化することは難しい市でもあります。よって勝山市にとって、調和のある持続的な農業の振興を図る中で、国の制度を有効に活用できるところは積極的に活用していきます。例えば、国の多面的の支払いは兼業農家であっても、活動組織として参加していただければ、交付金を活用できますし、こうした取り組みを多くの地域で取り組めるように努めてまいります。また、勝山市においては、今年度より農業機械の購入支援について、担い手に位置づけられた農業者のみならず、特産物を一定規模以上取り組む農業者等に助成することとしております。限りある財源の中で、兼業農家を一律支援することは難しいことから、集落営農化を進める中で、兼業農家を含めて支援できるよう努めてまいります。4番兼業農家も勝山市の、ね、その農地保全のためには必要だという位置づけだという、そのことについては私も同感です。具体的にはですね、やっぱりその実際に、取り組んでいる方々からいろんな要望を聞いてですね、自分たちは一生懸命やっているけれども、こうした支援をしてほしいというのがこれから具体的に出てくるというふうに思いますので、この具体化についてはまた常任会等々でも取り上げていきたいというふうに思います。でもう一つはですね、この米価の暴落などでその農業を取り巻く環境というのはどんどん悪化しています。でこうした状況でですね、その農業系後継者を増やすというのは非常に厳しいというふうに感じています。しかし今紹介したようにですね、生活のための仕事は別に持っていながら、農業をしてみたいという思っている兼業農家だけじゃなくて、農家でない方の若者、さらに農家ではないけれども、定年退職後にですね、自分が作った米食べてみたいと考える方もいらっしゃるというふうに聞いています。ところが、こうした市民の方々がなかなか農業に手を出せないというのは、
その採算が合わないという経済的な理由だけではなくて、どうしたらこの農地を貸してもらえるのかわからない。農機具を買うと大変な出費になってしまう。農機具をどうしたらいいかわからない。さらに農作業のやり方もよくわからない。といった問題が非常に大きいというふうに考えています。そこでですね、こうした意欲のある市民の力が発揮できるように、そのきめ細かな支援をすれば、新規収納とまではいかなくても、勝山市の農地を守る対策としては、私、有効だというふうに考えるわけです。で、そこでですね、市長は農業公社や農協とも協力して、勝山市独自に、こうした若者や、非農家の若者や、定年退職者などの農業をやってみたいという市民を支援する対策を講じる考えはないのか、見解を伺います。前田農林部長。若者や定年退職者などで農業をやってみたい市民を支援して農地を守る対策についてお答えいたします。勝山市の新規就農者は近年では平成24年に1件、平成25年に1件参入いただいております。その際には市の農業政策課に相談いただき、奥越農林総合事務所や農業公社などの関係機関にも連携して農地の斡旋や新規就農支援に係る補助事業、これは農機具の購入などに係る資金の助成です。こういったものを提案しております。農作業の分からない方に対しましては、市内の農業者での研修の受け入れ調整、これは市外の方も含めてになる、市外の農業者の方も含めてということになるかと思いますけれども、そういったことや、県の農林水産支援センターの研修を斡旋するなどの対応をしております。今後、地方創生により、都市農村交流や、UJI ターンなどで勝山市に来られる方を増やしていくことにしておりますので、そうした際に移住定住に関心を持っていただいて、希望者にはしっかり新規就農などの相談ができる仕組み作りも検討していく必要があると考えています。こうしたことから、市の移住定住窓口である未来創造課と、田舎暮らし体験交流事業や新規就農の相談窓口であります、農業政策課と連携して、取り組んでまいりたいと考えております。また農業公社が行っております市民農園は、指導員の助言を得ながら自ら工作ができるものですし、そのほか田んぼのオーナー制度など初めて農業をやってみたいと思われる方には有用な取り組みだと考えておりますので、関係者とも連携して取り組みも継続してまいりたいと考えております。14番。移住定住も私、視野に入れていいと思うんですけど、私言ってるのはね、すでに勝山市にいる若者の人たちやら住んでる人たちも多いということです。ちなみにうちの田んぼも一番奥でですね、自分が耕作もうイノシシがひどくてですね、困ったなと思ってたら、この山あいのその田んぼがいいんだって言って、二段構成の田んぼ、郡の非農家の若い人たちが来て草取りやったり頑張ってるんですよ。だから移住定住じゃなくて、今勝山住んでいる人たちがその支援する、何が大事か。うちの農機具はただで全部貸します。次第ももらえません。もう作ってもらうだけでありがたい。でこういうのは個人的にやってはいるんですけども、もっと組織化できないのかというのが私の提案なんです。これも、ちょっと答弁の趣旨がその辺汲み取れてないのかなという思いますけども、そのためにはね、中古の農機具なんかをその無償で貸し出すとか、やるって人たちを支援するということが私非常に大事だというふうに考えているっていう意味です。で次なんですけども、
そのイノシシ対策、これはもう本当に深刻な状況になっています。で、数年前までは、このイノシシが農地に近づくっていうのは、今も大体6月頃からでした、ネット張るのも。ところが最近ではですね、もう雪どけをした、もう3月末ぐらいから、もう、家の近くまで現れて、私の集落でもそうですけど、農道の路肩をだーっと崩してしまって、すさまじい被害が広がっています。しかもネット柵はですね、次々と食い破られるという被害が広がっているんです。で、勝山市は、このネットのこの食い破られた補修資材を無償で支給するなどの対応をしていますけれども、さらに、今年度新たにこのネットのまくり上げ侵入を安い材料を使って防止するとか、地域のアイデアを活用したモデル事業を始めました。しかし、この予算は、1地区10万円で限度に、たった3地区だけ、総額30万円しか確保されていないんです。私はですね、新たなこの防止対策の実証実験するんなら、地域から提案された対策で、その新しい方策はすべて試してみると、こういう大胆な対応が必要だと考えています。で、こうすればですね、今年度中にどの対策が有効なのか明らかになって、来年度からはこの結果が反映できる事業が組めるからなんです。ちまちました対応では深刻な事態は防止できないというふうに考えるんですけれども、市長はこの実証実験の費用をその増額補正して、さまざまな対策を試してみるという考えはないのか、見解を伺います。前田農林部長。イノシシ対策の実証実験の取り組みの充実についてお答えいたします。現在、勝山市ではイノシシをはじめとする鳥獣被害防止対策として、国、県の補助事業を活用して、電気柵やネット柵といった侵入防止柵の整備、野生動物との生活域を区別するための大規模緩衝帯の整備などを行っています。このような鳥獣被害防止対策の効果を適切に発揮していくためには、整備した侵入防止策等を適切に維持管理していくことが不可欠と考えており、地域や集落全体で被害対策の共通認識を持って実施していくことが重要と考えております。今年度実施します集落鳥獣被害対策モデル実証事業は、地域や集落で被害対策を共通課題として捉え、意欲と合意形成が得られた集落等をモデル地区として選定して、地区が提案するモデル的な被害防止対策を実施し、その効果を検証することによって、他地区にも普及させ、勝山市の鳥獣被害防止対策の強化を図っていくために実施するものであります。まずは平成27年度に3地区ほどのモデル地区を選定し、その結果を十分検証した上で、今後の予算要求につなげていきたいと考えております。ということで、モデル的にですね、いろんなものを試すということも事業の目的には入っているんですけれども、やはり集落全体で対策に正面に来て向かい合ってもらうというようなことを、やる事業でもありますので、まずそういった集落でしっかりこう議論してもらえる枠組みっていうのをしっかりですね、この1年検証させていただいて、その上でまた効果的ということであれば、またそういった仕組みを広げていきたいという考えでございますので、ご理解いただきたいと思います。14番、意欲ある地区は応援するということですから、当然事業費が手がいっぱい上がってきてですね、あんたんとこ対象にしませんということはないと思いますので、9月補正でも12月補正でも対応するように要請をしておきます。次に、公共料金を値下げすることについて質問いたします。私、3月議会でアベノミクスの影響などで
市民生活が圧迫されているということを、勝山市の市税収入の実態などから指摘をしましたけれども、市民からも公共料金を値下げしてほしいという声が寄せられています。地方経済が冷え込んでいる中で、若者たちは臨時で働いたり、なんとか自分で生活しようと頑張っています。こうした市民の方々はほとんど国民健康保険に加入しており、私はこうした厳しい経済状況で生活している市民を支援するためにも、国保税は1世帯当たり1万円値下げすべきだというふうに考えます。このために、全国の自治体でも実施しているように、勝山市の一般財源を国庫会計に繰り入れすれば、実現は十分可能です。昨日の加藤議員の提案のやし、制度支援金、これを活用するということも可能です。私は町づくりの基本というのは、市民が安心して住み続けられることだというふうに考えるんです。この 市長はですね、この頑張っている若者たちを支援するためにも、国保税を値下げするという考えはないのか、見解を伺います。さらに、下水道料金は国の交付金を得るためにと、当初ですね、これが動機で値上げが検討始まって値上げをされました。しかし、いまだにこの値上げを続けているというのは、私は約束違反だと常々指摘をしてきました。この下水道会計は単年度では黒字ですし、値上げは可能です。上水道料金はというと、リゾート開発の付けをですね、市民に負担させるというのは道理がないと思います。私はこうしてことを見ても、上下水道料金は値上げを元に戻して値下げすべきだと考えますが、改めてこの2点について秘書の見解を伺います。江沢市民環境部長。公共料金を値下げすることについてのうち、国民健康保険税は1世帯当たり1万円値下げすべきとのご質問にご対応いたします。国内景気は次第に回復傾向にあるとされていますが、それでも中には正規雇用ではなく、臨時雇用のため、国保加入者となる若者もおられます。勝山市の状況を見てみますと、ここ数年、若い世代の加入比率および人数とも減少傾向にあり、全体として高齢者の比率が高くなってきております。一方、収入の少ない世帯に対する税の軽減策として、平成26年度、平成27年度の2か年にわたる制度改正により、2割、5割軽減となる所帯の幅が拡大され、収入の少ない加入者、これは若者も含みますが、これらの方に対しても一定の配慮がなされていると考えております。また、勝山市の国民健康保険では、他の医療保険に比べて、前期高齢者の加入者数が多いため、前期高齢者にかかる医療費負担金が調整されて、他の医療保険から勝山市の国保会計に交付されており、社会保険などとのバランスが保たれる制度により、一部財源が確保されているという側面があります。また、一般会計から国保会計に繰り入れをするということは、国保以外の健康保険等の加入者も税金で国保分を負担することになり、これ以上繰り入れ額を増やすことは、税の公平性の観点から課題があると考えております。このようなことから、保険税を減額するための一般会計からの繰り入れは行っておりません。丸山建設部長。上水道料金は元に戻して値下げすべき との、ご質問のうちの、まず下水道使用料についてお答えします。平成22年4月より下水道使用料を改定した理由は、第一として、下水道事業会計の経営の安定化があります。平成21年度までは、下水道事業には一般会計から多額の繰り入れを実施してきましたが、
上下水道料金制度協議会では、一般会計からの繰入金は国が示す繰入基準まで減少させることを目標に、料金改定について検討してきました。しかし、国が示す繰入基準のみの繰入金にすることは、大幅な料金改定となりまして、市民負担が増えるということになるため、平成22年4月に改定率を低く抑えた料金として改定しております。下水道事業特別会計は、料金改定や公資本費標準化債の借り入れなどにより、ここ数年、経営は安定しております。しかしながら、平成27年度以降は、公資本費標準化債の借り入れをすることができなくなることや、公資本費標準化債の借り入れによる償還元金が多額となるため、経営は徐々に悪化していきますが、経費削減等により経営の安定を目指してまいりたいと思います。次に上水道使用料についてお答えします。リゾート関連事業の市民負担の考え方につきましては、まずダム負担金ですが、将来的に安定した水の量を確保する必要があり、市街地用の水源となっております。またリゾート関連事業につきましては、平成21年の上下水道料金制度協議会で十分に協議されており、それらを踏まえた上で、料金改定の答申となったものと考えております。水道企業会計の経営については、比較的安定しておりますが、今後は排水池等の耐震化や老朽化した水道管の更新事業を実施していく必要があり、経営は厳しくなると予想されます。上下水道料金につきましては、上下水道料金制度協議会で協議すべきこと、議会との意見交換をすることなど、それぞれの役割を十分に考慮し、進めてまいります。14番。熱入れて質問してたあと2分しかないですね。2つ、積み残しになりそうなんですけども、じゃあ、最後にちょっと一言、これまでの議論聞いてても、今のね、公共料金の値下げを市民が求めてると、切実な声ですよという声を紹介しても、なんだかんだ言って、市民負担は増やしたまんま、そのまんまお金をもらいます。一方でですよ、お金がないのかって言ったら、道の駅は3、4年後には作る、いくらかかるのか分からんけど作る、私、お金の使い方が完全に間違ってると、こんな箱物政治は市民は望んでいないということを厳しく指摘をして、私の一般質問を終わります。